ノイジー、暴れ方にちなんだ成績を残してしまう。岡田監督に酒ぶっかけてからのノイジー、打率5割2本5打点。これは成績にちなんだ暴れ方。本日の主役やん。消化試合の鬼。宝石のようなノイジー。ノイジーに打席連発わらわら。ノイジーここに来て覚醒は草。日本シリーズ大爆発への布石か。優勝決まってから覚醒。ラストピースノイジー。消化試合で残留に向けて量産体制。消化試合になったら化け物になる男。ノイジーの本領発揮はここからやで。まさかノイジーのサヨナラホームランで阪神が日本一になるとはこの時誰も思わなかった。さ、なんやねんこいつ。立浪が欲しがってたからな。毎日ビール飲め。就活遅くないですかね。